絵のレベル中の下両手で絵描きやってます。偏見 TV。 両手の下嘘別格。はい、ということでお久しぶりの両手描きでございます。この間ですね、これはドラゴンボールか、ドラゴンボールのウェイハウスをね発見しましたので、もうこういうね、あのウェイハウス系はなんか見つけたらもう買う習慣ができてまして、ドラゴンボールはまだ買ったことがなかったので、ちょっとね買ってみて、シールもね開封はしたんですけど、シールの開封をする前にこの悟空とベジータを描きたくて、お久しぶりの両手描きをやってます。これですね、久しぶりにちょっとね両手描きやってみたんですけど、やっぱりねなまってますね。サポールとダメでございますね。まですね、全く描けなくはないんですけど、やっぱりこうずれるんですよね。思ったようにこう動いてないというかですね、描きたいところになかなか、特に、ね、両手一緒に動かすってことを意識してるとちょっとですねこうやってロスが出てきたりしてるんですけど、まあちょっとね、新しいちょっとしたねオープニング作って、僕のね絵のレベルはもう中の下でね、もう中の下だと思ってますので、そしてねこのちょっと両手で描くっていうところで、ちょっとね味のある絵描きっていうものをね楽しんでいただけたらいいかなと思って描いております。で今日がですね29ですね、29で今日からゴールデンウィークスタートされた方もいるんではないでしょうか。どうですか、楽しい一日になっておりますかね。僕はですね今日仕事で、ちょっとね、走ってきたんですけど、今日は雨でしたね。終日雨で天気もね良くなかったですけど、まだまだね長い連休になると思いますので、計画をね立てられている方はしっかりいいゴールデンウィークにされてください。なんとなくですね悟空もベジータもまあまあ僕らしいといえば僕らしい形にはなってるのかな。なんとか完成をして、最後にですね色をつけて完成になりますので、この動画がですね面白かったよとか、たまに見てるよって方おられましたら、ぜひ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 ともですねチャンネル登録していただけると幸いです。まだまだこれからも頑張りますので、よろしくお願いいたします。それでは最後に色をつけたら終了です。